ましょう。ウイスキールームが上で今日のショータイム。よいしょー、それでは始まりました。本日はスコールでーす。よいしょー、それではまずね、乾杯の方からいきたいと思います。ちなみに団長的には一発目ちょっときついと思いますけども、じゃあグラスを片手に、おいしょ、お疲れっす。飲んでなくない。いや、それでね、またね、今日初めましての方もいると思うので自己紹介からいきたいと思います。じゃあ私名前言うんでね、名前言った後に一言を言っていただけたらと思います。で、まず、高川レオです。はじめまして、高川レオです。最近似てるウルキャラは、そらジローって言われてます。よろしくお願いします。よいしょ、そらジロー、よいしょ。それでは、秋内優斗です。どうも、秋内優斗です。癒やし系の、なんでもない。はスコールで一番癒やし系です。よいしょ、皆さん知ってる通り、大崎リクリーダーです。よいしょ、ご存知、おはようさぎ。やほい、一発目のおはようさぎ、謙虚、はい、謙虚、2時、はい、ちょうど。じゃあね、それでは、八代美桜主任です。よいしょ、ご紹介、今更いるかな。まあ、気になる人は隣の友達に聞いてみて、エシャミヤです。やあ、はい、もう声ちっちゃいっていう書き込みめっちゃ来ました。もう一回やる。でも今のかっこいい。はい、では、我がスコール代表のミサルイです。およいしょ。知らない人は、いないかな、いるかな、どっちだろう。わからなかったらミサルイで検索。よいしょ。やばい。それではね、私、司会をやらせていただきます、いただきます、黒崎太陽です。噛んだ。噛んじゃった噛んじゃったわーいわい噛んじゃった噛んじゃったわーいわい噛んじゃった噛んじゃったわーいわい。よいしょ。ではね、皆さんこう書き込んでいただいてるんですけども、今日もコメントをたくさん拾いながら頑張っていきたいかなと思います。はい、よいしょ。なんでバシバシ、書き込んでください。それではね、僕らも今日はね、いろんな企画を用意してますんで頑張りたいと思います。よいしょ、よいしょ。パッ、それではまず一発目の企画、理想のホストクラブはこれだ。よいしょ。じゃあね、この企画の趣旨なんですけども、ホストサイドが言う理想のホストクラブを僕ら挙手制で言いたいなと思います。で、皆さんにはね、どんどん理想のホストクラブを書き込んでください。コメント拾える限り拾っていきますんでね。どうですか皆さん、なんか理想のホストクラブありますか。理想のホストクラブ、はいはい、理想のホストクラブありますか。じゃあ、お客さんが全員細木和子。よいしょー、やばい、やばい、それやばいよ。でも平均年齢もやばいです。やばい、平均年齢もやばい。平均年齢もやばいですね。では他にありますか。はいはい、太陽が15人。いや、やだわそれ。うるさいわめっちゃ。やばい、めちゃめちゃやかましいわ。BGM いらない。しかもネしかいねえじゃん。もう絶対女の子トイレ行けないよ。完全にうんこ入りますしか言われない。じゃあ他にみんなありますか。なんか他に理想のホストクラブ。はい、レオ。逆に僕は八代美桜主任が15人のホストクラブ。あ、やばいわ。それやばい。やばい。それはホストクラブじゃなくて宗教団体っていう作りでよろしいですか。そうそうそう、本当に。オーブ八代。他に何かありますか。あれだよね、ラウンジみたいな綺麗な。ね、お店。もう八代先生マイペースです。挙手制といってもね、挙手一切してくれません。これが八代美桜のクオリティです。他に何かありますか。大崎先生何かないですか。そうですね、全員制服。あ、全員制服ですか。え、それなんでですか。逆に昔もありましたよね、そのホストクラブ。なんでリクさんそれをいいと思いますか。いや、別にそんな、いやらしい話じゃなく、統一感があって素晴らしいかなって思っ
たんですが、やらしい、確実にお前私服ダサいからみたいな空気出るじゃないか、そんな。あバレた、完全に私服着ないでいいからみたいな。もうだって速攻コメントで半袖やべえみたいなの書かれてる。すいません、本音は私服ダサいのバレないからでございます。ちなみに書き込みにカロリーのグレープって書いてあったんですけど、大体入ってるわと思うんですよ。間違いない。あ、ちなみにあと天津ランパ15人っていうのもあって、それはあんまり安野美穂15人とあんまり詳しく変わらないのかなと。でしょう。ちょっとそれはね、あります。で、じゃあ私ちょっと行かせていただきます。はい、サーカスの会で黒崎太陽が言うね、理想のホストクラブ。お、はい、お客様が全員ルーズソックス履いた JK コス。おすべえ。趣味それ太陽さんの趣味じゃないですか。そうだよ、だって俺が理想を作ってたのにいいじゃん。太陽飲んでなくないウォーウォー、太陽飲んでなくないウォーウォー、太陽飲んでなくないウォーウォー。最近この JK コース押しすぎて、もうみんなあんまり書き込んでくんなくなった。太陽やばいよとか。でもデータ JK 知ってますからね。フラン100人っていうのもありますけど、ね、フランスはみんなテイスティスコールではなくてフランスっていうの。みんなこうやって歩いてる。みんな低姿勢面白い。もうあとおうおうの書き込みも来ましたからね。おうおうってそんなもんやな。じゃあね、そんなこんなでいいですか。あと他に何かありますか。八代先生他には。あやね、そういうテイストだったらさ、はい、照明が暗くなってさ、はい、なんかそっち系の音楽流れてきたら、あ、ムーディーな音楽ってことですね。ムーディーな。あ、わかります。じゃあ俺もそれに対抗して言いますけども、はい、ではね、雰囲気よくなるため、はい、ムーディー勝山が出てくるという、はい、ムーディー違いそれ。違い、はい、グッド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 参りましょう。グッド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 参りましょう。グッドグッドグッド。最近の若い子たちはムーディー勝山がわからないっていう、右から左へのなんかわからない。わかんないのかな。え、わかる。どう、一番若いの。こんな感じあれようでしょ。僕は小学生の頃に聞いたことあるみたいな感じですね。あ、はい、なんかエンタの神様でしたっけ。あ、なるほど。そういうのね、はい、じゃあそんぐらいか。そういうのがじゃあまあそんなことだね。年齢差意外に出てますよね、ここ。そうだね、一番上が僕らです、ね、ここだから。はい、で一番下があれよ。はい、僕ですね。あの永遠の二十歳なのあれよね。あ、そうですね。永遠の二十歳が僕ですね。なんか1年前に出会ったけどずっと二十歳だから、それは何とも言えない。だからそこら辺はちょっとブラックトークなんで、はい、ちょっと、よかった。あ、でもムーディーわかるよとか来てますからね。お、違う、太陽そういうファッション多いねって。もうチェックチェックばっかりってるからやめろ。太陽のでも推しは黄色いタンクトップの上に着る。黄色い、黄色と青のこのコラボレーションの良さがあるんだよ。同じ原色なんだよ。いや、もういたね。そんなことでオープニング動画のレッサーの放送クラブはまあこの辺に流しておいて、はい、前回のニコラマの放送で私たちスコールがやったんですけれども、反省会、スコール反省会っていうのをやらせていただきたいかなと思うので、そちらをやっていきたいかなと思います。はい、よいしょ、よいしょ。それではね、反省会ね、この企画を持ち出したまず大崎美先生に、おまずやっていただきたいかなと思います。じゃあ大崎先生、特設スタジオの方に移動していただいて、2カメに移してもらってもいいですか。テリック早めに。ルイ100人欲しい。いいね、いいコメントだね。2カメにじゃあ切り替わるまでね、ちょっとトークで繋ぎたいかなと思います。あ、2カメ来ました。おいいですか。はい、どうぞ。正座なんだ。私大崎陸は、ホストマガジンの私服1週間コーデ企画で、私服がダサすぎて、その雑誌の構成の場で露呈してしまい、ホストラブの総合にスレを立てて叩かれていることを話します。よっ、アンソロニコ、よっしゃー。今後はどう改善するんですか。今後はアンソニーファー、アンソニーファーはやめます。すいません、タンクトップにファーに移動します。いや、よし、やべえやべえ、よし、やべえ、やべえ、じゃあちょっとリクに戻ってきてもらってね。どうなんですか、大崎先生のこのファッションセンスというのは。悪いよ。悪い、ちょっと強すぎるわ。どうなん、リクは何をさ基準にこのファッションを作り込んでるの。まあなんかあれですよね、法律でもありないし、なんでもいいかなと、作り出していくもんじゃん。あ、でも独自性とかありますからね。まあ八代先生も結構独特なやっぱファッションセンスを持ってますからね。そうだね。うん、気になる。気になる。何がこれ、これなんだ、これ。気づいたことない。なんかバランスのやつでしょ。何これですか。何なんですかそれ。体感良くなるんだっけ。
あの、バランスが良くなるアクセサリー。いや、そんなんでバランス良くなったらみんな黒死ぬよ、バーナー。いや、じゃあね、他にじゃあ行きましょう。え、他にある人、他に反省したいこと、カメラに向かってごめんなさいがある方は、はい、じゃあ、はい、じゃあレオ、特設スタジオに行っていただいて、じゃあ2カメに移動してください。あ、すいません。スタジオっぽい。いや、でもやっぱりこの2カメを使うのいいですね、やっぱりちょっと2カメ、はい、じゃあ行きましょう。はい、レオ、OK だよ。僕、高川レオは、はい、某 HK 自慢で、はい、色恋が下手くそと言われ続けてます。皆さん、色恋が下手くそすぎてすいませんでした。よいしょ。いや、今後はどう改善するんですか。いや、やっぱり、はい、やっぱお客様方々、やっぱヘルプのお客様方々と、やっぱ、はい、しっかり頑張って、まあ、話させていただいて、まあ、やっぱり自分的に、やっぱ切磋琢磨していこうかなって思います。よいしょ。よいしょ。それはね、戻ってきて、あ、じゃあそのまま2カメで、お願いしていいですか。そのまま2カメでいいです。あの、じゃあちょっと続いて僕、行かせてもらいます。おー、よいしょい。早めにね、行かせていただこうかなと思います。まあ、口大きい、面白いでしょ。口大きい。私、黒崎太陽は、カメラが近すぎてすいませんでした。よいしょ。今後はあまり不細工なことを理解して、カメラに近づきすぎないように気をつけたいと思います。グイ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 よしこいグイ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 よしこいグイ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 。え、大丈夫ですか。今放送事故は起こってなかったですか。なんかギリギリだったな。ギリギリ、いやギリじゃねえだろ全然。どうにかなるわ。もうそんな言ったらお母さん悲しむわ。うん、ああそうそうそう、近いとか。じゃあね、最後になりますけども、八代先生、おあなたの反省を聞きたい。あなた反省することだらけやから、ダメだ。どうぞ。あなた反省することだらけやから。間違いない。あんたちょっと行って。いや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 。この辺？この辺？ここカメラ見たら分かるから。つる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 。じゃあ八代先生お願いします。これね、ミーティングバック出たりいろいろしたけども、まあ。まあ本物の記者会見について教えてあげようかな。謝罪というもの、はい、どうすればいいのか。はい。私め八代美代は、歌舞伎町という街に、神社を作りすぎてすまなかった。ごめんな。今後はどう改善していくんですか。今後はどういう改善があるんですか、八代教祖。まあ、君たちの人生迷ったりしないようにしっかり宗教団体を作ろうと思うからついてきたまえ。反省してねえじゃねえか。なんで謝るの。ゲイ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 よしかーい。ゲイゲイよしこーい。皆さん、ちなみにプラチナ会員はいくらからなれるんですか。プラチナ会員は100万円。ゴールド会員は50万円。今日の会計売りかけ50万素敵な色恋始まる隣のヤシロヤシロ。はいはい、ヤシロヤシロ。じゃあ1カメに戻してください。ヤシロ先生2カメにへばりついてるんで1カメに戻ってください。決めゼリフ、最後に決めゼリフ。すいません、カメラ戻ってきちゃった。目立ちたがりもう一回じゃカメラに向かって決めゼリフを。しょうがないな。来るもの拒まず、去るもの決して逃がさない。よろしく。めちゃめちゃ顔ついじゃないですか。いやでも、書いてありますよ。さあ、ルイ、どう責任取るっていう。ミオの責任を取るのはやっぱ代表ですからね。取れません。もうでも、代表の、ごめんなさいは、ヤシロミオを作り込んですいませんっていう。そういますよね、本当に。スコールに連れてきそうってすいません。いやでもそんなことで結構こういっぱいコメントいただいてるんですけどね、はい、草がすごい量あるんで、みんなすごい笑ってくれてるのかなと思います。そういうとこで、ちょっとね、本日僕ちょっと見えないんですけど、はい、この右上に出てるテロップ分かると思うんですけど、右上に書き込んであるんですけど、本日のこの放送中にホスラブを書き込んでください。ホスラブ、スコール、スコールの見せつれ、はい、皆さん携帯でぼちぼちやっていただけたら分かると思うんですけど、スコールの見せつれを訪れて見せつれに書き込んでください。僕らこの流れてくるコメントとはまた別に、はい、僕らも見せつれ出すんで、その見せつれで何が行われてるか、リアルな声を僕ら拾うんで、皆さんまずスコールの見せつれに行ってください。
はい、そこから何があるかって、あ、違う、従業員も必要ない。違う、あのお客様が言ってくれってね、俺ら確認するとき行きゃいいだけだから。俺フォーム画像にあるやん、してあるの。じゃあね、そんなこんなで、じゃあまずね、その、ホスラブの方を書き込んでいただいて、ちょっとリクさん繋いでください。あ、はい。ホスラブ、わかんない人いるでしょうか。皆さんいつも書き込んでるんで、よくわかると思います。間違いない。間違えて携帯で日記にアクセスしないようにできるように気をつけてください。それはダメですね。スコールのコラボレーションは、今後も考えてますんで、今日はホスラブです。ブックマークを開いて一番上か二番目、どちらかです。ちなみに今ニコ生サイドの方から、あの5分後にあのホスラブの URL 貼り付けてくれるぞ。いやまあそんなことだね。今回ちょっとあの皆さんにはね、何スコールわざわざ見せすれ炎上させようとしてるやんっていうこの鬼畜な感じ。あ、全然見せすれ悪いよ。これ俺ら感じねえわ。違う、俺の内容はやめて。いやいや、何自分も思うんですよ。最低じゃねえかよ。宗教団体とかわけ分かったこと言ってたやつがよう言うわ。イメージ、宗教、いや団体のイメージに関わるから。いやうるせえよ、だってお前サティアンって書き込まれてたよ。サティアンってと思って。つらい。次言うといけよ。じゃあ言うと、何かあります最後。行きます。行っちゃう。おっ、2回目に切り替えてください。炎上企画。炎上企画。クサ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 。リュックも挟す。おじゃ、やいこうか。いきます。どうも、あきらゆうたです。いやー、まあ初回で来たお客様方に、まあ毎回スタンプ攻撃させて、いただいて営業メール数々クレームをもらいました。スタンプ送りすぎだよと、はい、そういうお客様すいませんでした。これからどうするの。これからこれからこれからはスタンプ送り続けます。意味わかる。スタンプ送り続けてるやないか。ちゃんと営業メールします。はい、行こう。じゃあはい、戻っておいで。はいはい、早く戻っておいで。はい、大変なことになってるからね今。はい、はい、じゃちょっと座って。スコールのホスラブ嵐はここおかしいでしょ。間違いないっすね。いや、間違いないっすね。いや、でもね、それはそれでいいこと。あ、近めに切り替えてください。お、まあまあまあ、それでね、今回反省会、まあみんなしたと思うんですけどね、三沢先生はちょっと八代目を作り込んだことが最大の反省ということで、ごめんなさいね。はい、ちょっとしていただいていいかなと思います。思います。それではね、次の企画に行きたいと思います。おいしょ。今回ね、これ次の企画なんですけども、八代先生からこれをぜひやってほしいという企画でございます。はい、はい。スコールの従業員のここが大好き、おー、わー、すごいっていう、まあ、八代先生がみんなを褒めちぎり合いたいと、ちぎり合いをやりたいということなんでね。ちなみにこれも挙手制で、はい、ちぎり合いをしようかなと思うんで、みんなちぎってください。ここはい、ちぎりたい人。はい、じゃあ大関さん。はい、まずは、水沢さん、はい、代表グラスを持ってください。グラスを持ってください。はい、はいはい、もう飲もうとしてるやないかい。ちょっと真面目な話になってしまうんですが、埼玉出身のホスト、はい、埼玉で、ホストに行ってた子、皆さん、水沢るいさんのことは、よく知っていると思うんですが、僕最近すごい話を耳にしまして。何？埼玉でホストやった子が歌舞伎町に流れてきて、僕偶然会うことになりまして、よく聞いたのが、水沢るいさんよく知ってますが、そうだよね、有名だよね、すごすぎて大宮でホストやってるやつはるいって名前が極端に少ない。ああ、なんでかっていうと、るいさんのパクリだと思われるから、ディスられるからしないみたいな。うん、確かにそれは聞いたことあるわ。訂正していい？埼玉全体で。あ、すいませんでした、ごめん。それそれ、はい、カーリスマ。はい、カーリスマ、ここまで持ってこい。カーリスマ、カーリスマ、はい、カーリスマ、ここまで持ってこい。カーリスマ。補足なんですが、通った大宮を離れた3年間いまだにルイっていう名前はあまりいないらしいです。信じるか信じないかはあなた方次第です。やばいわ。ちなみにちょっとコメント拾います。大崎先生、お洋服どこで買ってますかってなります。はい、言って、はい、どこで買ってんの。はい、言って、はい、コメントだから言って。企業秘密です。企業秘密。飲んでから言え、飲んでから言え、飲んでから言え、マジ黙れ。いや、あとね、もう一つ、今ね、リキさんコメント拾ったんで、八代先生、裸になれってあるんで、裸になってもらっていいですか。
やっぱコメント大事じゃん。そう、コメント大事や。裸になってくれ。じゃあ TM レボリューションみたいに抜く。今日剃ってないな。今日剃ってないな。今日剃ってないな。こんなのちょっと恥ずかしい。危ないよ。いや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 。いや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 。とりあえず1枚と。とりあえず1枚。とりあえず1枚。あのこのコメントがあるとどん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 あればあのヤシロミオが1枚ずつ脱いでいくんで、あのミオ裸になれっていうコメントをください。それあの10件について1枚にして最後は100件についてあのパンツまでいきますから。ちなみに、ちなみにあコメント稼ぎにいってるしゃあないよそんな。それが俺の仕事なんだ僕。ちなみにねこの格好ねレギンス履いてるからね最後の2枚の時にエガちゃん状態でそれ見たないわ。あのちなみに大崎先生あなたがどこで服買ってるって来た時にフリマって買ってるフリマーケットやだろバレたじゃあ先ほど言ったねレオ、はい、ホスラムアクセスして、はい、なんて書いてあるかちょっと見ましょう、はい、この5分ぐらいで、はい、いやでもこれで、ね、結構レスポンスあったら俺すごい嬉しいんですよね。すごいよね。どうですか。いやレオホスラムでも入る。いやちょっとはいはい、ちょっと私見させていただきます。ちょっといやー最近上がんねえかな見せそれ。はい、ホスラムの話はちょっとね皆さん見てからな好きにしてください。ここでは、ね、放送事故発表できないことがたくさんありました。はい、はい、でもこういうの僕は待ってました。おーよいしょー。悪いやつここまで持ってこい。悪いやつ悪いやつ悪いやつ。いやあれだよね、なんかさホスラムに新しいあだ名みたいな、はい叩き方してもらったらちょっと面白くない。ああ確かに、うん、なんか、はい、それにちなんでなんですけどいつも水田先生のことここであまりこう大きい声では言えないんですけどバリサワって言ってる方が大きいよ。めっちゃ嬉しそうえでも本当パシャミオさんもでも言っても今日一件も出てないからな。そうなんですよ、バリサワっていう書き込みがないですよ、うん、でもバリサワってもう浸透してないのかなと思うんですよ。もうバリサワ古いのかなと思うんですけど、だってやっぱバリサワに何が浸透してないんですか。バリサワが、黒崎リシャール太陽までなくなっちゃった。そう俺もなんか入店当初は黒崎リシャール太陽って言われてたのにもうそれもなくなったんで今後ちょっと新しいニコ生でのあだ名が欲しいかなと思うんですね、うん、なのでちょっと今回米がっつり拾うんで、あ、おーら、ガリレオみたいな福山みたいな感じや。うまい、ね、ちょっとガンガンあだ名の新しいコメントくださいください。バリレオいいじゃん、バリレオいいじゃん、いいじゃん、引き継ぎでバリレオ、だってバリサー先生からバリレオに変わったら、ね、バリレオバリレオみたいなもんでしょ。バリレオバリレオ新しい発言するからちょっと付き合ってよっつってこうやったら子供ができるんだよってバカ野郎バカ野郎開発しちゃってね。すごいここ、あさっきここ熱くなってるねっつって、タイさん、タイさん重量を上げ合うではないですか、今の話で。はい、太陽さん、そういうにあって全国ネットの前で何でもできるところがすごいっすよね。やろ手羽先の話ではないバカ野郎。いやでも下の人間はないの下からは。あ、僕もバリレオバリレっていう名前がついてた。じゃあいいとこ、うん、従業員のここがすごい、スコールのここがすごい、この人のここがすごいっていう、はい、会話をバンバン上げてほしい、ね、はいはいはい、レオはい、大崎リグリーダーちょっとグラスをはい、持っていただきます。はい、うん、渡しなさい。お願いします。最近仕事でもはい、プライベートでも最近大崎リグリーダーには結構可愛がってもらってまあ本当によくしてもらってるんですけど、まあ、いつも大体分かる人は分かると思うんですけどいつも大崎リグリーダー結構人に飲ませるのめちゃめちゃ好きなんですよね。ただいつも自分が飲んでない、それは多分ゆうとくんならわかるよね。リグリーダー今日はお願いします。リクそういうとこあるもんな。いいじゃん、飲んでなくないウォウォウリーダー、飲んでなくないウォウォウリーダー、飲んでなくないウォウォウリーダー。でもゆうとくんわかるよね、それはわかるよね、わかるよね、それはまあ確かにめっちゃ聞いてんじゃん。確かにリクは後輩に対しては高圧的な態度がすごいですからね。うん、すぐ下には飲め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 うるせえしよ。あ、上に操作出てきたんですよ。いやよいよ。あ、じゃあこれ流れがね。暴力店暴力店暴力店。褒め合う場じゃなかった。褒め合う場。なんか他にあります？褒め合う場。なんかこう代表やっぱミオと仲いいというか、まミオ面倒見てきた分ミオのすごいところって何かありますか？
ミオのすごいとこ？真面目な感じになっちゃうけどいい？はい、あのむしろこれ真面目なゾーンなんですけど、ちょっとわけわかんなくなり始めたんで単純にミオは石尾さんがあだ名とか言い始めた。本当にいい意味だよ、いい意味で空気ぶっ壊すのがすごいうまい。あ、クラッシャー、クラッシャー、本当に。あ、新しいあだ名じゃん、クラッシャーやしろでも強そう。それってさ、逆に空気読めてんのかもしれない。あ、それが分かってるからぶっ壊せる。あー、なるほど。あー、素晴らしい。よくみんな分かると思うけど、このタイミングでここ来るみたいな。あ、はいはい、ありますね。確かに。チャンパーの時もここで、ここで来るみたいな。お客さん入れちゃうからね。はいはいはい。それすごい、すごいですよね。すごい、はい。逆に、あの、八代先生、誰かをお褒めになったらどうでしょう。まあ、レオと言うとかな。はい、じゃあ、言ってください。もう本当にひたむきに言ったことを必ず実行して結果に出してくるから。ホストって本当に才能とか容姿よりやっぱどこまで真面目かだと思うからすごいなーって思って、刺激にクラッシャーによ、はい、クラッシャーによ、一応メールくれたら壊してあげるをモットーに3年やってきたんで、あ、そうだね、なるほど。え、ってことは八代信教宗教団体は壊されちゃった人がいっぱいいるおかしくない？え、でもちなみにこのコメント拾いますけども、シャミオのすごいところは教団を作ったところっていうもう今後じゃない、もうすでに教団が出来上がってるというね。おクラッシャーミオ、クラッシャーミオ、これ新しい話じゃないですか。いいですね。え、でもちなみに太陽はもち巾着ってしか書かない俺あだ名もち巾着はやだわ、なんかあだ名もち巾着ってなんかやだな、なんか俺のもち巾着だみたいな感じがいる。え、上も下ももち巾着、顔も下もこのもち巾着全然もちにならないの。でも太陽さんに壊されたい、太陽さんに壊されたい。でも太陽に抱かれたいとかもあるからね。いやでも確かにいるんですよ、僕みたいな人に抱かれたいって人。でもね、ここで書かれても、いや、いるわ俺童貞じゃないわギリギリ一応経験してここまで人生生きてきた。でもなんか、そういう方ここに書き込んでるだけじゃなくて、俺はぜひお店の方にご来店いただかないと、やっぱり僕もあの助けようがないですからね、その SOS に対して。ね、やっぱり、え、何この空気、え、なんでみんな、え、何この、飲んでないかもしれないです、ね、飲んでないから太陽飲んでなくない、ワンワン太陽飲んでなくない、ワンワン太陽飲んでなくない。まあでも真面目な話、元から知ってたんですが、うちのグループに入る前に太陽さんは、もともと他店で代表やっててすごい嬉しさの、ホスト代表はねすごい知ってて、やっぱすごいですよね。うん、すごいすごい、うん、こういう風に自分を捨てていつもね、ヘルプでも自分のことを落として落としてお店を盛り上げよう、どうこうして、最後は初回を持っていこう、サラグロイです。いや、サラグロイだよいや、俺はちゃんと言ってるよルーズソックス履いてきたら俺はガツくよってでもね、クラッシュ会員って書いてあるから、クラッシュ会員になりたい、クラッシュ会員クラッシュ会員、これミオに対してやな。でもう大体25分ぐらい経過したんでね、ちょっと次の企画に行こうかなと。はい、そうですね、 CM はまだですか、いけます。じゃあちょっと一回ここギリーンで、CM 行きますか。はい、お願いします。じゃあ、CM タイトルコール誰か行きますか、誰か行きます。レオかユウさん行っとけば。そうだね、なかなか出ることないから。じゃあ行っとけよ。どっちがいい、2人あるっていうのもあり。あ、2人で。じゃあ2画面に変えてください、2画面。はい、そっち移動して。何2人でいつものあれやんねよ。はい、早く早く早く。いつものあれちゃうんすか、いつものあれちゃうんすか。え、出てこい。CM スタート、チャンネルはそのままで。3、3、2、1、CM はそのままで。CM はそのままで。チャンネルそのままで。
やられたらやり返す倍返しだ。クラブスコール。なんでクラブスコールに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコール。部下の飲み会は上司の、上司の酒は部下の。ウユツキグループクラブスコール。はい、それでは CM 上げました。よいしょー。ちょっと人数がね、何人かいないですけども、このままちょっとね、トークを行きたいかなと。みんなが戻ってきたらまた企画の方に戻りたいなと思うんですけども、あだ名って、あのみんなどうですか。地元にいる時とか本名があるからなかなか言いづらいか。確かに。まあ、僕はリアルならし、本名からなんですけど、ようちゃんでした。あれ、俺それ近いわ。俺もたまちゃんだったから。なんかでも俺、あのタマちゃんってあだ名になった時に、多摩川のさ、アザラシがさ出てきちゃってさ、タマちゃんのさ、タマちゃんタマちゃんでさ俺の方が先なの、向こうがなんか先みたいな、なんだそれみたいなことがあって、ああタマちゃん、あタマちゃんってアザラシのタマちゃんと、はい、俺がタマちゃん、そうそう。で、二人のこと言う時は何ですか。タマちゃんズ、何意味わかんない、いろいろ二人のこと言うって、はい、一緒に来なんか、はい、よくなったタマちゃん、タマちゃんって言ったら分かりづらいから、あ、タマタマちゃんって言ってバカやろお前、目の前道路見せてきてんじゃねえお前。おい、いやもうね、みんな乗ってきてまあそんなコーナーでね、ちょっとさっきのね、あのグダグダな CM コールがあったんでね、すいませんでした。反省していただこうかな。すいませんでした。あ、まだ反省なんで。いや、反省じゃないです、はい、これ裁判です。裁判ですか。裁判、もう、訴えられたら負けるよ。うん、はい、訴えられたら負けるよお前ら。はい、覚悟はしてます。いや、覚悟は、はい、覚悟はしてますよ。チーンじゃないのお前。チーン。いやでもどうなの、なんか2人さ、あんまこうニコ生出てくることないから、はい、そうですね、あんまりないっすね。こうニコ生出てみて、はい、どういう風に思うとかさ、はい、スコールに入ったまま、よくもうスコールも約1周年ですからね。そうですね、はい、どういうこうなんか感想じゃないですけど、はい、逆にこれから入りたいなと思う人に対しての求人コメントとかもできると思うんですね、うん、なので何かあったらカメラに向かって言ってください。360日目だからスコール始まって。いや意味わかんない。次だ、あと見たら嫌だ。14日オープンだよ。はい、はい、レオ、はい、レオ。僕今まで、はい、ここのニコニコ生放送スコールで3回ぐらい出演させていただいてるんですけど、やっぱりここの、はい、ニコニコ生放送はどこのお店よりも飲むと思います。はい、これから出ると思う従業員、飲むことを確保してきてください。よいしょよいしょ。まあでもうち店舗での飲みに比べたらここではあんまり飲んでないですよね。今日なんか、はい、そうだね。まあまあ確かに。だからまあそれもリアルかなと思うんですけど、店舗の方ではかなりお酒を楽しくいただいてるからっていうのがあっていいことなのかなと思うんですけど。でもあれですよね、逆にスコールを知らない子がこの番組だけ見てたら、んだよこいつら飲まねえじゃねえって、飲めよって思うから、みんなで飲んどきますか。おっ、いっぱい。あ、じゃあ行きましょうね。よし。スコールは風紀グループで、おそらく一番お酒の消費量者多いんじゃないかな。はい、まあそうですね。確かに昔格安さんからもスコールさんが一番ですって言われました。まあ確かに言われましたよね。はい、なので、じゃあ乾杯の温度リクから。いや、そこはやっぱり代表で。え、あで代表も乾杯の温度くらい。じゃあリクからいきましょう。突き返さんでダメだ。歌舞伎町で一番お酒の消費量あるお店、スコール、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ゲイ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 、よしこい、ゲイ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 、よしこい、ゲイ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 、よしこい、よいしょ、よいしょ。いや、ほい、じゃあね、そんなコーナーで、他にもいろんなあれがあるんですけど、リクと太陽近いみたいな言われてるんで、俺とは別に近い。え、店でも結構さ、近いことあんじゃん。え、なにこの絵面、もうわけわかんなくなってる。お、お前だけだよ。なんで俺お前だけ言うの。今日から週3な。今日から週3、今日から週3、始めろ、週3かけばダメだぞっつって。やめろやめろ、そんなの。じゃあ、あとちょっとね、がっつりトークを拾っていきたいかなと思います。代表の貯金何億。はい、これ絶対、絶対やろうと思いました、僕。税務署っちゃう。太陽の貯金は100円。おい、100円でやめんじゃねえか。太陽の貯金100円、バレてんじゃん。確かに困ったな。
心配だな。離れろもち巾着って書いてあるけどね。鳥もちみたいになってんじゃないこれ。やった、リフと太陽の顔の大きさの比、笑いだね。こんなに違う顔。確かに、うん、確かに。これ太陽、今すぐコメント、今すぐコメント。細ラブ書いてあるかもしれない。そういや、細ラブ、しかも太陽ケチだから食べてるんじゃないのって、そんなリアルな話に汚いわ。でもルイさん顔ちっちゃーって書いてある。そうだね、うん、そうだね。リクラインのね。あとちなみにあの聞いてます。はい、シャミオ次の教団の集まりいつ。教団の集まり。明日下の下々のホスト君たちがナンバーワンを争うイベントがあるんだけど、全力で叩き潰してやろうじゃないか。みんな、やべやべやべ、下ぶっ潰す宣言。さあみんなやるぞ。下々に対してめちゃめちゃ笑い出てる。いやいやね、下々埋めちゃうぞ。かわいい。じゃあちょっとまたホスラブの方に結構上がってます、ね、行こうかなと思います。結構上がってます。結構上がってんの。はい、かなり上がってますね。まず、はい、もう検索かけた時点ってか、かける前に作業行ったら一番上スコールですからね。間違いないっすね。間違いないっすね。来ました、太陽声だけナンバーワン、ミオ裸になって、はい、一番出てください。よいしょー。クラッシャミオ持ち巾着ニコナイトから、あ、いいですね。なんかニコナイトからこっち入ってきましたよっていうのが分かるのはすごい嬉しいかなと思います。あ、他にもなんかこう、あ、最近急に込み出したのはなぜって言ってます。これなんかお答えいただきたいですね。内容どうですか。どうだろう、単純にみんなが頑張っててレベルが上がったからじゃない。普通にやる気出しただけですよね、みんな。本当にやる気出してなかったからね。あ、やる気を出したからと。やる気を出したから。まあでも確かにそういうのもあると思うんですよね。ホストクラブって個人のモチベーションであったり、力のパワーバランスっていうのがすごい出るかなと思うんですけど、どうですか、下の2人からしたら幹部ではない2人がやっぱいますから、はい、こうどういう感覚だったり、あ、こう最近お店変わったなとか。そうですね、やっぱり幹部の方々はやっぱり、まあ、いつも、はい、レベルが高いなってやっぱ思うんですけど、最近やっぱり、はい、僕らみたいな幹部じゃない子がやっぱり、はい、まあ身内なんですけど呼ぶようになって、やっぱり僕も刺激されますし、やっぱ周りもやっぱ刺激されてるのかなってやっぱ、はい、思いますね。俺の顔色を伺ってトークしてたら、俺がめちゃめちゃ怖えやつみたいになってんじゃねえかよ。暴力点暴力点。いやいや、でもさ、レオ言ってたよね、この前初回で。もうリキさん、リキさん、そのネタは、そのネタは、はい、何そのネタは、いやいや、そうです、そうです。初めて1年足らずでね、若くして田舎から出てきて、いやいや、俺は風月グループという有名店の、水あるいの店スコールで、ナンバー4だぜ。ウェイ！ミオとルイ、ミオと代表、すぐ勝てますよ、よいしょ。あ、確かに、何年やってて、何年やってんだよ、みたいな言ってたね、そういえばあれよ。主任も代表も食えますよって言ってたよね、ちっちゃい声で。あと、レオ言ってたよね、来月主任になるにはどうしたらいいんですか。もう師匠食いに行ってるやないかいみたいな話してたもん。あ、レオ支配人になりたいって言ってなかったっけ。いただきます。いただきます。ゲイ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 ヤスカイゲ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 イヤスカイ裏で裏で裏でグイグイ、あ、裏でグイグイ、裏行ってグイグイさんでもね。いやでも他どうですかね、みんなこう最近結構まあ月額上がってるんで、代表どうですか、ちょうど約1年なんで、うん、やってきてみて、どういう感覚があるかとかちょっと教えていただけたらと思います。そもそもさ、うちで働いてる子ってやめないよ。あ、そうですね、長いよね、みんなオープンからのメンバーだから、はい、それあんまりここのホストクラブさんはないのかなと思うよね。あ、なるほど、辞める子が少ない。辞める子が少ない。リク、辞めたいと思ったことないの。辞めたいと思ったことないの。やめたいと思ったことは本当ないですね。逆にあります。長いじゃないですか、こう、ね、まあそうですよね、やっぱり。俺ない、全くない。ないですか。ない。どう。いや、誰か水揚げしてくんねえかなって。いや、やお前兄弟やってんの、兄弟強いわ。逆に俺はでも、やめたいっていう言葉の意味がよく分からない。今日一番面白い。やめたいっていうことはよく分からない。一番面白い。どうなんだろうね、なんかホストどれぐらい、でもなんか最近俺もこの前ベテランの会にここ出たんですけど、はい、おじさんの会じゃなくてベテランの会だったんですけど、悪口悪口悪口、どれぐらいからがホスト長いっていうのは、昔だと俺、
4年ぐらいやってる人って見たら、うわもうめっちゃベテランやん、この人たち長と思ったんだけど、自分たちがもう8年ぐらいやってると4年あーまあ駆け出し終わりぐらい頑張ってんじゃん、安定期に入ったみたいな空気なのかなと思ったけど、やっぱ普通で考えたら4年間ってホストクラブで働いてたら長いのかなと思うんですよね。他はもう10年選手ぐらいじゃん。そうですね。てかなんか結構昔話みたいなのよく花が咲くじゃないですか。でなんかそういうのもあの書き込みでいただけたら面白いなと思うんですね。でもやっぱ先ほどあの太陽デフィニションってめちゃめちゃ昔の店の名前でしたえそうです、あれシャビオブラジャーして尺内をおうおうって書いてあるよ。いやいや従業員おいおいあ、みおそんな失調してない。いや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 今日はって、いやいやいや、確認しないと分かんないです。いやいやそれは、そう今日ちょっと確認しましょう。ブラジャーしてるかチェックワンツーチェックワンツーラララララララなになに太陽とずいぶん一緒だな、そろそろ切るかって。いや俺俺そんなにお客さんいっぱいないから、あのカメラの前のその書き込んだ姫、あの本当勘弁してください。あの俺本当はただでさえ毎日のあのラスト前のナンバー発表で太陽って名前をどんだけ聞かないことかと思って悲しくなります。いやでもそんなことはね、最近お店が混んでるっていうのもありますけども、あの逆の立場になって考えたらいろんなお話ができるのかなと思います。で僕らがもしお客様だったら逆にね、僕らが、あの言い方すごいオブラートに包みます、ホスト狂いだったら、うん、オブラートに包むけどホスト狂いだったらどうしたいか、歌舞伎町というこの街をどう生き抜くか、はい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 、それを聞きたいなと、自分が思ったことだったんで。じゃあこれも挙手制でいきましょう。まだね尺結構あるんで、はい、ガンガンみんなの、トーク投げてください。自分がホスト狂いだ、はい、はい、お歌舞伎町の初回ホストクラブ全部制覇。全国制覇、全国制覇ね。あ、いいですね。あの他に何かありますか。他に、はいはい、先生もしホストグループやったら、担当に、毎日給料袋ごと給料を渡して、多分お小遣いで1000円ぐらいもらって、でそれを、まあ、生活費とご飯代が1000円だから、節約してお金ないから、あの無料初回にキャッチされて行って、私は有名ホストのエースだおいみたいな感じで、どうやってそこのナンバーワンに色恋されて、ちょっと酔っ払ってミーハー心もありつつ飲み直ししちゃったんだけど、よく考えたらお金がなくてしょうがないから担当のこと呼んで、てめえ何やってんだ殺すぞって言ってぶっ飛ばされてると思う。それお前の理想やないかい。でも実際それちょっと僕聞きたいです。あの毎日1000円してもらってなかったら、あの家賃とかはどうするんですか、携帯代とか。まあそうっすよね。いやそれはあの彼氏が払ってくれてる。彼氏の名前の何担当。ゲイ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 ゲトークをお送りしてますけど、何かありますか皆さん。自分の営業とか書かれてる。もうやめろ。誰だ誰だって。何かありますか他に。あ、じゃあはい。あ、先よ先。じゃあレオ、レオ行きましょう。はい。はい、レオ。僕がもしホスぐらいだったら、やっぱ皆さん、はい、知っての通り結構僕ってミーハーなところがあるんで、多分他店の、まあ、代表ややっぱ幹部全員をやっぱ指名するんじゃないかなと思います。例えば某某店幹部電撃入店とか、某店モデル電撃入店みたいな、そういうのをすぐこう匂いをつけてすぐに行っちゃうみたいな。でも確かにレオの、でもそれあの電撃遺跡を見る前にもうブログとかでどこに遺跡探して電撃遺跡に撃たれる前に顔写真も出てないのに指名で通えるタイプですよ。ゲイ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 ラッシュゲイゲイゲイ。でもレオってそういうところのさ情報源はすごいよね。間違いない。めっちゃミーハーだもんね。で
だってグループ内の人事、幹部側より先になぜかキャッチしてることすごいよね、うん、他に何かありますか、はい、じゃないよ、お願いします。ストーキャクブル、お金ないのに。あー、例えば、店舗伸びて、まあらかじめその友達とかと話合わしといて、で友達とかに、え、何々ちゃんさ、この前さ、どっかで50万ぐらいなんか入れたよねみたいな、はいはいはい、口裏合わせてフット客ぶると。そう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 。ああでもそれはありますね。でも全然使わないもんね。あれあれですよね。前代が悪いからさみたいな感じ で初回でアフター行ったりとか。そうそうそう。ああ分かります。あのどこ行くんですか。どこに、どこに、どこ行くんですか。ジェスチャーやばい、ジェスチャーやばい、これは汚いわ。このジェスチャー見たないわ、そんな言うたら。じゃあじゃあ先に僕いいですか。はい。僕がもしホスグルになったら、はい、お気に入りのルーズソックスを履いて、担当の元へ行きたいからか。え、何この、まだ行ってる。結構ルーズソックスネタ結構。そうそう、俺おっさんだから、おっさんだから、なんかなんて言うんだろう、 JK コスっていうとみんなコンソとか思うと思うんだけど、俺はルーズソックスなんだよね。あ、なんか重圧感というかさ、重圧感変な王子さん、はい、変な王子さん、テーマ先、テーマ先、ここまで持ってこい、テーマ先、テーマ先、はい、すいません、ちなみにリク第6通話で待ってて、暴れててって言ってください。リクさん、でんぐり返してってあります、やめてください。え、ちなみに書いてあります、みんな板客になりたいの、なりたい、なりたい。なりたい、確かに、なりたい。俺逆だったらめっちゃ、俺初回とかでやりたいもん、もうなんか何に話しかけたと思って、別に、あ、ごめん、気絶してた。おい、気絶はねえだろ。お前、病院行けよってなるじゃん。気絶はさすがに、みたいな。ちょっと、間違いないっすね。この前、言われてましたよね、初回って。え、だって、え、なんで言われてた、俺。あんた、客心粘土良くないよ。いや、寝てねえわ。細いだけだわ、そんな。寝てねえだろ、これで寝てたらどうすんの。寝てこんな喋ってたら寝言すげえじゃねえか、俺。でも、板客になりたいな。板客になりたいっすね。じゃあ、逆に言う、代表の板客ってどんな板客ですか。自分がなったの、はい、あ、自分がじゃあ女の子でポストが寄っていただけるようになるってでしょ、はい、なんだろうな、それ担当に、担当初回どっち、担当にしましょう。じゃあ担当で、え、もうめっちゃ、例えばじゃあ LINE やってて、もう記録マークついたらもう超連絡来なかったらするじゃん、もうめっちゃ言う、記録じゃん、何なのみたいな。めちゃめちゃもうそれ LINE 消されますよ。もう今日俺行こうとしたのみたいな、行こうとしたのにもうやめるわみたいな、はいはいはい。で、相手が何て言ったら行くんですか、それで。え、アフターするよ。アフターどこ行くんですか。いい打脚、はい、いい打脚、ここまで持ってこい、いい打脚、はい、いい打脚。あ、じゃあちょっとオブラートを包みますね。はい、イタホスが言う、イタ脚をどんな人に言う。イタホスが、イタホスが何も積んでないや。何も積んでないか。でも、ここに書いてあるけどさ、その飲ませそうみたいな、はい、めっちゃ飲ませると思う。普通にロックとかこうやって、はいはい、お前これ全部飲むよみたいな、ホストやってんだろみたいな、聞いて、はいはいはい、聞いて、はいはいはい、はい、すいません、板客シュランルールって書いてあったから、やべえやべえと思って、さすがにこのコメント拾っちゃいないなと思って、板客シュランルールは拾っちゃいけない、それは拾えないよ、さすがに。めっちゃ拾ってましたね。板ホスは、板ホスの言う板客は何ですか。女の子はみんな神様です。いやいや、何やってんの、痛い客側、痛い客側だから、教祖かな、客側、客側で、客側ですか、クラッシャー教祖。え、まあ、本当に、まあ、どうなんすかね。痛い、ね、やばい、今洗脳されそうになった、痛い。ちょっと僕が痛いんで、ちょっと痛いっていうさじ加減、女の子だったらこうみたいな話はあるけど、あ、女の子がってこと、はいはいはい、逆にね、うん、僕が女の子だったらこんなだろうなってのは想像つくけど、痛いなーってのはあんまり思うことが、へえー、やっぱなんか自分が痛いとあんまり相手の痛さね感じない。いや、女の子はみんな神様。うるせえな、それ分かります。いや、分かんねえよ、2人とも絶対、ね、リクファー返してねって誰か分かっちゃってる。いや、しかも僕のです。スコールで一番煽るのは誰って聞いてるんですけど、これ誰だと思いますか。みんな、はい、おのおのに、はい、せーのでみんなで指さす。あ、じゃあせーので指さしましょう。はい、アンケート取る。ああ、じゃあ、それは誰、誰が一番煽りそうか。煽りそうか。じゃあどっちで、煽りそうか、煽る、煽るか、煽る
るか煽りそう煽るか煽りそう煽りそうで煽りそうで行きましょう煽りそうまだ来てない子もまあ多分いるからそうですねちょっとじゃあそこでちょっとあのアンケート取っていただいてその間にじゃあちょっと一つだけあの聞き捨てならないコメントが、はい、太陽風呂入ってないをうおう入ってるよなんだそれなんで俺風呂入ってねえんだよあんま入んないよねいや入ってる感じでさいやちゃんとお前お弁当の中に煮込んでもらってるわ俺いつも出汁が出ちゃう出てるわそれもうお弁当の風呂の水茶色いわバカ野郎出汁が出ると出汁に浸かる側ですよでもやっぱねでもあのリクの名前がよく上がってますねなんかそれじゃ俺が悪いやつでも太陽勝手にシャンパン入れてそうって言うんで俺これ言いますねあのそれはちょっと裁判に勝てないんで僕やりません太陽やらないから、うん、あの小見方先生雇わないと勝てなくなっちゃうんであの小見方先生ちょっとあの着手金高いんで僕ちょっと無理っすね僕はそういう系ではないです勝手にシャンパン持ってくる系ではないですね勝手にリシャール持ってリシャールリシャールここまで持ってくるリシャールリシャールリシャールお、さすがフルーツキグループ始まって2年間入れなかったリシャール入れましたから平日に初めてリシャール入れた男黒崎太陽イエーイでもなんかあれはもう僕の中ではもうすごい僕の一大決心だった初ですからねいやでもあとどうですかね他にあの面白そうなああのはい水沢レンズ入っていないウォウォウって書いて入ってますね入ってますね、はい、シャミオティーバッグウォウォウって書いてますあれ今日もじゃあティーバッグなのいえ、コンビニで780円いや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 パンツだけコンビニですおとといティーバッグだったよねでもはいじゃあ何で知ってるんですか逆に何してるんですか2人で代表の趣味なんですいや何してんの何してんの飲みたいから知ってんの何してんの何してんのちなみにあのさっきも僕あの CM 中にリクと爆笑したんですけど、はい太陽 CM と服一緒ウォウォウ確かに俺も CM 見てあ今日俺服装一緒や恥ずかしいめっちゃこれお気に入りの服みたいになってるやろもう集計できましたかあ、でかれないんでじゃあ CM 上げに行きますじゃあ今CM コールをじゃあ今度はねあのミオさん行きますか2回目に変えてくださいおあじゃあ、はい、2回目行っておんなの子はみんな神様だよさあしばし待たれるがいいコロテロリッタおじゃあ、あのケツとトップは抜いておいてくださいはいはいはいあ6人なんで、1、2、3、4、5、6人なんで5位からいきましょう5位から第5位はい5.1% でレオさんですおいはい、では4位の発表です第4位は第4位がお二人なんですけどはい 15.3% 太陽さんとはいミオさんおーおかしいなじゃあ残ってるのはユウトと代表トリクはいそうですね第3位はそうす、ね、どっちが出ますよこれ 第2位っすね第2位あそうか同率ですもんねじゃあ第2位は 25.7% おはいリクさんあもうこれユウトと代表が終わったらこれもう勝負もういやわかんない超エグいかもしんないああ確かにあじゃあそれは実は第1位はおおルイさんです、ナンバーワン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 
バーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。カルピス50万で入れろとか煽ってた時ありましたよね。カルピス50万で入れろとか煽ってたところ煽ったっけ。カルピスヤクルトじゃない、ヤクルトでしたね。はい、ちなみにね、じゃあその話はまた置いといたとして、先ほど言ったこのね、今日の企画です、はい、ホスラブに書き込んで炎上させてください。ホスラブ炎上企画、来ました。身を脱げ。はい、おぉ、いや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 、脱げ、はい、脱げ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 、ここまでできるかホスラブ。いやもうね、さすがにここから放送コードギリギリになってくるんで、もうさすがにここから飲めないかなと、あ、抜けないかなと思うんですけど。いやいやいや、なんでピーラン、俺顔放送コード引っかかってねえわ。ちなみにじゃあ残りもね、あと何分かになってきたんで、大崎先生の方から、来月の告知と、グループの告知の方がなので、お願いします。あとあれ、これ終わったら叩いちゃダメよって、炎上させちゃダメよ。ちなみに今のは不備です。それでは僕の方から、イベント告知やらせていただきます。11月11日、明日ですね、本日です、続けて言ったら、次世代カンバー決定戦よいしょよいしょーい。16日花咲すばるバースデー、おー、16日は、イレギュラーな曜日になるのですが、皆さん振るって翼さん、普段あまり飲まないですが、バッチリ潰しに来てください。おいしょ。ちょっと遠い。遠いな。もっと近くの話。いや、困っちゃった。結構いい匂いするんだもん。11月18日、スコール学力テスト。高学歴を誇るスコールの従業員たちが、学力テストで勝負します。皆さん、ぜひ見に来てください。結構ガチで七三分けやるんでしょ。七三分け。え、マジか。全員七三分けで、コマード七三分けでしょ。マジか、気になるわ。ピカピカで、出血ストーリー、ぜひ来てください。25日は、スコール感謝デーとなっております。11月29日は、締め日となっておりまして、12月がイベントの方がですね、ちょっと繋いでおいてください。はい、またね、11月の方のイベントにはふるってご参加いただきたいなと思います。まあね、スバルのイベントということでね、ザ・マイペースのあのスバルがどういうね、バースデーイベントを繰り広げてくれるのかなっていうのは僕はすごい見ものかなと思うんですけどもね。どうですか、行きます、そろそろ。はい、行きます。はい、じゃあそれでは12月のイベントですよ、お願いします。途中でプレイします、すいません。12月9日アルサチセーラーバースデー、おっ、12月12日はなんと、ここにいる水田瑠衣代表、なんと代表就任1周年ということで、年末に1回で一大イベントでございます。16日は、うちの電撃移籍ホープの、葵のバースデー、12月24日25日がクリスマスイベント、28日が、締め日、29日はみんなで店舗の大掃除。イエーイ。仕上げは1月4日から営業になっております。スコールの放送は本日が最後なんですが、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、スコールの回もあと4秒ですけども、また見てください。スコールでした。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。